愛としすごい上手。久しぶりの日本。2005年出てから初めて戻ってきました。嬉しいですし、またそのハッシーが呼んでくれたことに対しても嬉しいです。ここで嬉しいままめじ、赤水とガンマ。またガンマの日本。切れたこともすごく嬉しい。嬉しい、その一言嬉しい。なんかください、あなたに仕上げてください。ガンガンオーバーラップして点取るらしい。怪我しないように頑張ります。お願いします。怪我だけは真ん中寄ってください。真ん中取りますよ。俺の手取るからね。それでは両チームウォーミングアップを開始いたします。日本代表
日本代表フレンズ選手の紹介です。ゴールキーパー奈良崎誠吾背番号1、ディフェンダー背番号6中田浩二、ディフェンダー背番号22中澤裕二、ディフェンダー背番号2内田篤人、ミッドフィルダー背番号6稲本純一、ミッドフィルダー背番号15今野康幸、ミッドフィルダー背番号14中村健吾、ディフェンダー背番号30青木ひろま、背番号2、シージークレイ、ディフェンダー背番号6、山口さとし、ディフェンダー背番号5、宮本恒康、ミッドフィルダー背番号10、宇田川貴博、ミッドフィルダー背番号14、家永明宏、ミッドフィルダー背番号8テルナンチーニョ、フォワード背番号9大黒まさし、フォワード背番号9アラウージョ、そしてミッドフィルダー背番号27橋本ヒデオ、本田圭佑選手がパナスタに到着いたしました。大きな拍手をお送りください。
さあそしてここでガンバ大阪0号遠藤康人選手がパナスタに到着されました。大きな拍手をお送りください。両チーム選手の皆さん、ウォーミングアップ終了時間となりました。ロッカーにお戻りください。ガンバ大阪05ということで宮本さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。勝負どころしてますから ね、はい。さあ今度は本田選手がさあ一人で持ち込んで行くぞ。ナイスコール。しっかりとさあ入江小玉さんですかね。さあ家永さん、おっとここは
がっつりさあ、また橋本さんがボール持って入ってきた。おっと、惜しい。今野さん、お越しいただいております。今野選手、よろしくお願いします。お願いします。実際に今2005年のガンバ優勝メンバーが揃ってます。さあ、ここどうだ。うわ、止めた。もう完璧な今、本田さんからのお膳立て、本田選手からありましたけど、おお、おい、おお完璧な崩し。今のも綺麗に橋本さんが最後フィニッシュ。でも家永、はい、やっぱガンバのユニフォーム似合いますね。似合いますか。嬉しいです。さあ、ボールは本田選手のところに。バンドさんもさあ駆け引きしてますよ。来るか、おにゃ、うわ、持ち替えて、おお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2005年、はい、点を取りまくった、はい、トリオが勢ぞろいしましたね。はい、そうですね、本当にブラジルから橋君のために来てくれて、はい、うん、まあ、僕も久しぶりに会えて嬉しかったです。はい、前半はちょっとガンバ大阪ゼロ5は様子見な感じなんですか。後半勝負なんですか、大黒さん。まあ、後半勝負ですね。後半勝負、はい、後半は橋本君もこっちにいるんで、はいはい、そうですね、はい、なおかつ、いいつなぎ役にもなってくれるっていう、すごく貴重な存在でしたね。は、走れれって呼ばれてる。おお、はい、あれ、また さあ、本日2ゴール目となりました、日本代表フレンズ背番号27番、橋本秀雄。吉原さんに代わって寺田さんが、そして背番号10がピッチに入ってますね。そして11番も入ってます。ということは、北川さん、松並さんがピッチに立つということになりました。三木亮太、背番号15に代わりまして松並正信、背番号11が入ります。大黒さん、早速見せてくれましたね、背番号10、二川さん。そうですね。坂東さん、そして中村さん、お越しいただいてます。よろしくお願いします。おばんざい。おばんざい。え、敬語おばんざいですね、はい。さあ、はい、バンドさん、チャンスはあったのに、うん、いや、一番最初のチャンスありましたね。まあでも、ハシピーのやっぱ引退試合ですから花を持たせてあげようと。そうですよ、やっぱ1点目取ったらダメでしょほら、ほら、ゆる、おーゆるゆるいフリーキックでしたね。お、なんかす、いかにもすごいセーブしたぐらいの反応を木村敦さん今されてましたけどさあ、まだ、おっと、おい、いきなり、キングさんが、キングが、え、意外やったでしょ、意外でしたね、意外でした、はい、意外でしたね、意外でした。松並さん、一回も触ってないんじゃないですか。一回触ったらしい。あ、一回触られたらしい。かっこいいな、指一本当てて、一回一回や絵になるなぁ、ね、さあ、二川さんが、おお、稲本いや、相撲取ってますね、相撲松並部屋と、もう稲本部屋で相撲取ってますね、これちょうどセンターサークルが土俵みたいになりましたけど、はい、稲本選手、うまい、こう来た、お、
おお。ああ怒ってる。吠えてる。怒ってる。本田が吠えてる。いや、圭介はこのバナスタでやるのは今日初めてらしいんですよ。ああなるほど。ガンバのジュニアユースですからね。おお。さあどうする。いやー。松波さん右足に出さないと左足はあかんで。お、来た来た。すごい、ケスケ、ケスケ、はい、吠えています。さすがです。ゴーゴーゴー。あ、すごい嬉しい、聞けた。そうですね、言いましょうか。言いましょう。はい、ドライブゴール、日本代表フレンズ本田圭佑選手のゴールでした。本田圭佑もうバンが言ってるから。本田ハーフタイムです。圭佑ハーフタイムです。バンドさんハーフタイムです。はい、ということでここまでの時間、バンドさん、中村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの、私まだいますんで。あ、まだいますか。いつでも呼んでください。わかりました。バンドさん出番終わったいつでもいつでも呼んでください。はい、じゃあまた後ほど力借りたいと思います。行ってこい、行ってこい。監督、出てたら行けしろ。じゃあ後半は僕取らなくても。あ、ほら、うん、はい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 。まあ前の選手が点取っててください。行くぞ。はい、ひっくり返してよ。試合ひっくり返してよ。さあ後半は橋本秀夫さんはガンバ大阪のメンバー、ガンバ大阪0527番でプレーをされています。さあ大黒さんからどういう展開か。いやワンタッチ、綺麗な流れですね。おお、早速原宇宙さん見せてくれました。さあ野田口さん、そして小丸さんお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、だから僕たち、まあ、やってる、ね、呼ばれた方の選手にとっても、はい、すごくいい機会をいただいて、はい、もう橋には感謝ですね。はい、リーグ優勝を成し遂げた2005年のメンバー。おーゴ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 ー。容赦ないな。後半はガンバの試合やのに。おおおおおおおナイスキーパー、ナイスキー。今山本さんどこかな。あ、いたいたいた。あ、いましたね。いやー、おおおさあ、さあ橋本さん、おおおお。うちクリア。さあここから細かいところ、細かいところ。おおい、頑張れお前、うち鉄壁。吉原さんお迎えしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吉原さんのお隣には松並さんもお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。どうなんですかね、引退試合にこれだけ呼ぶと、はい、
普通は自分が霞むから嫌なんですよ。あ、なるほどね。吉原さんの目線で言うとこれだけ集めちゃうと、はい、うんうんうん、だけどやっぱりね、それでも、はい、やっぱりそのハッシーの色を出せるっていうのが、そうですね、やっぱりそのハッシーはやっぱすごいなと、はい、うん、ここですよね、これ来た、おお、今のシュートの打ち方なんかはもう本当に大黒さんらしい。おお、常さん、今のは常さん、あ、サトシか、サトシのらしいですよね、今の打点高かったですよ。うわー、ああいうボールね、いいボール、あそこからでもいい、ただいまのゴールはガンバ大阪ゼロ号大黒摩擦さんのゴールでした。吉原さん、はい、松並さん、はい、ちょっと33番動けますか。いや、もともとあれぐらいがっしりしましたから。あ、がっちりしてたから。テレビで見たらちょっと細く見えるじゃないですか、はい、ほら、見てくださいあれ。全然走れるんですよ。いいです、ね、さあ、青黒のユニフォームを着て橋本さんのゴールなるか。そしてまた来た、お、来た来た、アラウジョ、さあ、ゴー。さあ、ちょっとアラウジョさんのゴールパフォーマンスにご注目ください。2005年トドロックで見たあの景色がパナスタに帰ってきました。引き上げられたね。まさかまさか2005年のあのシーンをパナスタで見ることができるとは。はい、素晴らしい光景を今我々見せていただきました。松並さん、最後にちょっと一言だけ、今のシーンまさかここで見れるとは思いませんでしたね。本当ですね、ね、鮮明に今頭に来ましたね、はい、あのシーンが。またそのシーンをアラウジョさんもちゃんと覚えてくれてたっていうのが嬉しいですよね。嬉しいです、ね、はい、本当気持ちが伝わる、そんなゴール、そしてその後のセレブリーでした。松並さん、吉原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。稲本さん、そして梶さんにお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。またあのアカデミーのこのメンバーと結構バチバチピッチ上でやり合ってましたね。そうですね、二川がなんか監督とかになってるみたいなんで。ちょっと一発いっとかなあかんかなっていうのがありました。おおおおおおおオグリー、オグロ選手、ただいまのゴール、ガンバ大阪ゼロ号、オグロマサシ。どんな試合でも点取りますね、あの人は。だから裏抜けしか考えてないもんね。考えてないし、ちゃんともうその場所にいますからね。いてほしいところにいる。これ橋本さんの引退試合ですよね、これ。そうですね、箸がガンバ側に行ったら全然動かなくなります、ね、これも もうまさに2005年の、あ、そういう形ってことですね。そういう形だと思いますよ。なるほどね、はい、なんかディフェンス陣もディフェンスじゃないですよね。攻撃陣のようなもうテクニシャンばっかりですね。そうですね、久とはやっぱりゴールゲッターやね。そうなんですよ。体を動かしてるって言ったら、いや、昨日だけ動かしましたって言ってました。おー、これもまた大黒さん、うまいわ、すごい、いや、すごい、すごい。コンちゃんね、コンちゃん、いけ、コンちゃん、戻れ、コンちゃん、コンちゃん、削れ、コンちゃん、削れ、コンちゃん、削っていいから、コンちゃん、さあ、橋本さん、来た、さあ、そろそろ来たんじゃない。おお、来ましたね。淳、現役時代を止めてる。じゃあ止めてるやん。うん、橋本さんはどういう人だったんですか。僕、橋と多分一番長いんじゃないですかね。ジュニアユースから一緒なんで、はい、本当ガンバで、10年一緒やったかな。はい、
なんでもう、もう真面目ですよね。頭良かったですし、はいはいはい、おお行きました、山口さん、おこれはね安田さんいつもね現役時代サトシさんに結構言われてましたから仕返しに仕返しにバチバチ言ってます今完全に削りに行きましたね、はい、おお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 まただ空気読め、ま、空気読め空気読まれへん子なんやろな、あの子は。あそこまた抜かれるんだよ今のもう完璧なね、完璧な崩しでした今。ブラジルからわざわざ来て、そうだね、ブラジルの人聞こえてますか、おシジクレー、シジクレーさんのシジクレーのね、現役の時のねゴールキックから、相手ゴールキックから弾く、はい、あのねヘディングの距離。さあフェルナンジーニョさん、稲本さんも得意でしたからね、なんかキュッと締めるの、キュッと締めるの来た、いや体の向き、くわっ、いやダイヤのゴール、ガンバ大阪0、大黒まさし中山さん、そして二川さんです、よろしくお願いします。お願いします、お願いします、お願いしますって言ってます二川さん、久しぶりにこのパナストでプレーされたということになりますけれども、動けてましたか今日は。そこそこ動けてましたと。お、あゴー、ゴー、さあただいまのゴール、はい、改めて大黒まさし、さあもう同年代、2005年の相棒でした二川さん、はい、大黒さんが後半止まりませんね。そうですね、やっぱりやってくれると思ってたんで、はい、貪欲なんで、貪欲ですね、はい、コアがですね、日本代表フレンズ5点、そしてガンバ大阪05も5点ということで5対5になっております。いい位置ですよこれ、あ、いい位置ですね、いい位置ですよこれ、はい、やっとさん、さあこれをアラウージョさんなのか遠藤選手なのか、あ、ボールをセットしたのは橋本さん、壁低めですね。低い方当てるんや。お、なんか笛がありましたけど。ありましたね。なんか今、はい、何ですか今。改めてですか。そうですね。動くのが早かった。どうですかキーパー、何してんすかキーパー、あれキーパーは基本的に今日は空気を読まないって決めてきてるんでしょうかねさあ今度は逆に、おっ、ここの、ああ来た来た、さあこの3人だけで攻めるスタイル2005年同士を彷彿とさせる、ボールが出たら3人だけで突っかけるあのシーンはなんか2005年本当によく見た記憶ありますけど、そうですね、僕ももうシンプルに預けてお任せしますっていうことさあまた行くよ、いってらっしゃい。おお。さあ、さあ、三人だけじゃない、三人だけじゃない。27番も駆け上がる。厳しいところを見せるのが今野康幸
おっと一気にいく。おーっと。おーっと。あーこれは完全に引き倒すような形になってしまいましたね。橋本さんですか。そりゃそうですよね。ただいまのゴール、ガンバ大阪0号、橋本英夫。ちょご覧のように7対5でガンバ大阪0号が勝利しました。今一緒両チーム選手に大きな拍手をお送りください。ただいまより橋本英夫引退セレモニーを行います。今回引退試合をするにあたって、メンバーの話になりました。まあ、その際僕はすぐ、2005年のメンバーと日本代表自分が一緒にやったメンバーと思いつきました。で、2005年のメンバーを選んだ理由はやはりこの今スタジアムがあるガンバ大阪、これだけのクラブになるきっかけにあった初めてのタイトル、まあ、その試合をやったメンバーで、まあ、自分自身そこからガンバ大阪が変わったと思ってます。その後いろいろな経験もできましたけど、まあ、そこのメンバーと最後に一緒にボール蹴りたいと思って選びました。代表のメンバーは僕が本当に厳しい中でこれだけの、まあ、メンバーが実際来てくれるとは正直思っていなかったんですけど、なんで、まあ、今日話してる中でも来てくれたんかなって考えました。僕がスター選手じゃなくて脇役の選手だったからこそみんな集まってくれたんじゃないかなと思ってます。みんなの力が今日は試合の中で感じられましたし、僕が2005年のメンバーもね、攻撃のところで自分が出ていかなくても点を取れる試合を見せてくれましたし、代表の方も僕がガンバ側に入っても真剣に点を取ったりいいプレーを見せてくれました。自分はスター選手ではないこういう選手ですけど、これだけのサポーターに集まっていただいてこういう場を経験できて、次にガンバ大阪の誰かしらが引退した時でも間違いなくこのクラブはやってくれると思います。次は監督として、プロの監督として挑戦していきたいと思ってます。今できることをチャレンジしながら、これからも前向きにサッカーから僕は離れることができないと思うので、今日こういう形でサッカーに感謝する時間を取らせてもらいました。本当に皆さんありがとうございました。ありがとう。
監督勝てよ。引退試合するのが初めてっていうこともあったので本当分からないことだらけの中で進めました、まあ、その中で、まあ、僕はあの最後のセレモニーで伝えさせてもらったようにいろんな選手にも声かけましたし、まあ、2005年のメンバーに、ガンバ側は声かけさせてもらって代表の方は、まあ、ほぼほぼどちらかといえばみんな来てくれました。声かけたメンバーは来れるって言ってくれたり予定を動かしてくれたりいろいろな形で来てくれました。だからこそこういういい時間になりましたし、まあ、観客動員も最終的にこんなに天候が思わしくない中でも伸びて来ていただけたっていうのは本当に感謝しかありません。どうですかね、試合前にいろいろポジションの話だったりフォーメーションの話だったり試合中どうするかだったり、まあ、フリーキック蹴るときもちょっと俺が立っておとりやるからいや蹴ってよっつっていやこれ橋君蹴らなあかんやろっつって言われるやり取りをやったりとか、そして試合後は早く帰らないといけないっていう話も聞いたのでなのに最後のセレモニーまでいてくれたっていうところもちょっとびっくりした。でその後もちょっと出ないといけないけどって言ってちゃんと一言言ってくれるような本当に律儀な人間だなっていうふうに思いました。いや僕ね正直このセレモニーのあの喋るときになりそうだったんで一番最初に僕9時にガンバのスタッフのところで僕泣きそうになってるんですよ。実は一番最初になってそれをちょっと経験したんでなんですかね少し慣れてました。おはようございます。おはようございます。正直今すでに泣きそうだったんです。なんかこうこういうメンバーがいるから今日のこの時間ができていると思ってます。で一応みんなに伝えたい話は考えてきたんですけどまあなんかこうガンバにかかってもらったらなんかこういう時間を作ってもらえるって感じてもらえたらいいなって思ってます。まあ準備で本当に大変な中、まあ、前日も昨日僕来てなんかこういう空間を作ってもらえてるっていうのが本当に嬉しかったです。でまあ、今日来る皆さんはそういうのは分からないと思うんですけどこういうクラブだっていうのをなんかこう発信というか、まあ、引退試合を作ってくれる人たちが、まあ、こんな感じでいるんだなっていうのをみんなに感じてもらって、まあ、ファンになってもらうって、まあ、今河合君が言ってくれた部分とあとは、まあ、このクラブに関わったら
こういうものがあるんだなっていうのを感じてもらえる時間を皆さんに作ってもらえたら本当に嬉しいなと思ってます。まあ、僕自身、最後セレモニーの時にも伝えようと思ってるんですけど、僕はグッズが一番売れる選手でもなかったですし、どちらかというと脇役の選手でした。なので今日みんな選手も来てくれたんじゃないかなって僕は思ってます。そんな選手でも今回皆さんがこう動いていただいたっていうのが僕にとってはちょっと信じられないところもあったんで、まあ、でもそれがこういう形で、まあ、今は晴れてますけど雨降る中でもなんかこう笑顔で入ってくる人たちに、サポーターの人でも選手にもなんか振る舞ってもらえればすごくいい時間になるんじゃないかなと思ってるので、今日一日長いですがご協力のほどよろしくお願いします。何回？27多いな。